吉宗評判記暴れん坊将軍。また出来上がってんのかい。そのうち酒に命取られちまうぞ。うるさい、ほっといてくれよ。危ねえじゃねえか、気をつけろ。なんだあの女。へい、そこの豊島屋って居酒屋の社交女なんですがね、亭下上髪で毎晩一生がとこはやるって話なんですよ。まだ若いようだな。30にはなっちゃいねえでしょうね。いいところの娘らしいんだが、女もああなっちゃおしまいですね。神田鍋町から白壁町のあたりでございますな。また神田か。先月からすでに7件。少し多すぎるな。ここは我ら定火消しに任せ。そうはいかねえ。神田はめぐみの持ち場だ。押してもらうぜ。うぜえ、どうでも通るってんなら入ってくるぜ。しょう、こないだから何かってと邪魔ばかりしやがって、もう我慢ならねえ。切りつけてやら。おさねえ。大久保様、こうしてる間にも火はどんどん燃え続けてるんで、気が抜いて出るかもしれんで、頼むよ、頼むから通してくれな。頭、頭、消し口は取ったぞ。どうじゃ。ようやく収まりかけたようだ。辰五郎が頑張ったな。上様、冷えてまいりました。ご寝所にお戻りを。いや、大丈夫だ。
面白そうかな。退屈しのぎに手伝うかい。どら、手貸してみ。ああ、よせよ。道具は火消しの命、俺は自分でやるよ。お貸してくれよ。まあいいから、いいことねえって貸してくれ。いいじゃねえか。何だって返せ。うるせえんだよ、静かにしろい。すいません。ほら、目悪いな。頭、何怒ってんだ。ここのところ神田会話にやたらと火事が多いだろ。それでな。そらしょうがねえよ。今年はお鳥様が3回やったろ。三の鳥まである年は火事が多い。ほら、昔から決まってんだよ。ああ、もう頭のせいでも恵みのせいでもねえよ。そんなの迷信だよ。それに大久保丹上様の定火消しがことごとに邪魔をしてきやがって、ケチ口は取られっぱなし。気にしてんじゃねえのかな、頭。昨夜の火事を消したのは恵みではなかったのか。はい、大久保丹上殿配下の定火消しが活躍いたしました。大久保丹上。ああ、町火消しができるまでは江戸一の火消し上手と評判を取った男だったな。その通りでございます。このところ神田近辺に火事が多ございますが、大半は大久保殿の手が消し口を取っております。誰が消し口を取ろうと火事が収まれば良いようなものだが。おつなさん。やっぱり気になったんだな。別に、通りすがりにちょっと。おつなさん、旦那やおかみさん、それからご隠居さんも奉公人も怪我一つせずにみんな元気だ。安心しな。そうですか。たまにはお店寄ってくださいね。あ、おつなさん、あんまり飲むと体に毒だぞ。頭、ずいぶん探したぞ。何してるんだ。とうとうお耳に入ったんですね。とんだドジばかりで。どうしたというんだ一体。消し口を半分以上取られるなんて恵みらしくないぞ。へい、町場は町人の手で守ろうって新さんと大岡様二人でお作りになったのがあっしら町火消した。それがこんなざまで二人の顔を潰すばっかりで。いや、そんなことは気にしなくてもいいんだが、何かあるのか。いや、別に。なかしら、火を消すばかりが火消しじゃない。常日頃の火の用心も大事な仕事だ。そうだろ。先月半ばから7件、ちょっと多すぎます。全く恥ずかしい限りで、気合を入れて一生懸命やりますから勘弁してください。ちょっと足は用事ありますんで。頭。あんたは豊島屋のおつな、釈女ですよ。あの、頭のお友達ですか。うん、徳田新之助というものだ。頭、なんだか悩んでるみたい。力になってあげてくださいね。私みたいな女が生意気言っちまって堪忍してくださいましね。みんな。どうしたんですか。頭、どうしたんです。柏屋の焼け跡調べたんだが、どうしても死ぬ元がわからねえんだよ。先月からの7件の火事場全部調べてんだ。これからか。もう遅いし、明日にさ。帰るよ、次行くんで。すまん。頼むぞ。人手がいるようだな、手伝うぞ。
も行く。頭、頼むぞ。ええ。台所から火が出たんじゃねえようだけど、風呂場でもねえんだよ。妙だな。あ、てつ。え。めぐみの奴らですね。何か気づいたらしい。御前様にお知らせするんだ。へ。台所でも風呂場でもねえとすると、一体火はどっから出たんだろうな。仏壇の灯明でもひっくり返したんじゃ。いや、町方の旦那のお調べじゃそんなこともねえそうだし。ああ、火鉢もこたつも後始末はちゃんとしたって言うからな。とするとだ。どうなってくれたのは。お待ちな。危ねえところを助けてもらってそのまま行かせたんじゃ、めぐみの名にかかわる。一緒に来てくれねえか。お邪魔してますかしら。ほら、おつらさん。お前さん、元祖たちが襲われたんだってよ。なんだって。おい、ええ、危ねえところにおつらさんが来合わせてお役人を呼んでくれたんでさ。そうなんで。それはどうもありがとうございました。この通りお礼申し上げます。お砂さん、こんなところじゃなんだ。とりあえずまあ奥へ上がってくださいよ。いいじゃん。ちょっとお前さん、ちょいちょったら。なんだ。ちょっと。なんだっつうの。だから評判が悪いに呼んでくれたんだよ。あそこでいいじゃないか。あら、ご恩を受けたんだぞ。だとお前さん、行くね。どうぞ。あ、いいえ、もうここで十分ですから。すっかりごちそうになっちゃって、これいただいたら帰りますから。けどそれじゃあ頭。おう、ちょっと来てくれ。妙なことがあるんだ。分かった。お世話さん、すまねえ、ちょっと失礼するわ。おさえ、失礼のねえようにちゃんとおもてなしするんだぞ。ごゆっくりしてってくださいね。それって言ってお前、どっから火が出たか分かんねえのか。ええ、俺は素人でよく分かんねえが、常の話じゃここもここもどっから火が出たか分かんねえそうだな。ええ、そうなんで。火の元の分からねえのはすっとこの4か所か。待てよ。
どうかしました？おい、お前らこの四箇所で何か思い当たることねえかい？そうだ、大久保様の定火消しは消し口を取ったところばかりだ。ただの偶然か、それとも何かあるか？何かあるに決まってますわ。妙に邪魔ばかりしやがって。源蔵兄貴と俺を襲った奴らも定火消しの差し金かもしれないですね。頭、こいつはてめえで火つけといて消し口を取ってごまかしてたんじゃ。めぐみの評判のいいのを妬んでましたからね。やりかねませんぜ。よしな、証拠もねえのにめったなこと言うんじゃねえ。いいか、シーサーが来てもそのことだけは言うんじゃねえぞ。どうして信仰に話しちゃいけねえんだい。そりゃつまるよな。シーサーは身内堂で全て話して知恵を借りた方がいいんじゃねえかと。先生、余計な心配をさせたかねえんだよ。だからお前たちは俺の言う通りしときゃいいんだよ。わかったか。本当よ。近所の者たちの話によれば、めぐみはずっと手際いい見事な出動ぶりだったそうでございます。しかし消し口を取られている。大久保殿の定火消しがことさら手際が良かったということでございましょうか。だがどう見てもめぐみは普通ではない。辰五郎の様子も変だ。奥歯に物の挟まったような言い方をしていたし、何か隠しているようだ。持ち場に火事が多発した責任を感じているとも取れますが。いや、それだけではない。一体何があるんだ。あ、それはそうと、上様、作事奉行野瀬将監殿がその火事のことについて進言いたしたいことがあると待っておりますが。作事奉行野瀬将監にござります。その方の進言聞こう。ああ、恐れながら江戸に火事が多発いたしますのは消火体制のせいではないのではございますまいか。ほう、江戸の町自体が燃えやすくできているように思われます。町を改造いたせば火事は目に見えて減るのではないかと愚行いたしまするが。新さん、いくら火消しを増やしても火事はなくなりませんぜ。なんせ江戸は燃えやすい木と紙でできてるんだ。燃えねえ町にしねえ限り火事はなくなりませんぜ。燃えない江戸の町にせよと申すのか。御意にございます。土蔵作りを多くするわけですな。さようでございます。屋根を瓦葺きにし土蔵作りにすれば、少なくともよそからの飛び火による類焼は防げましょう。土蔵作りについては常々忠助とも話し合っているのだが、大層金がかかる。よほどの武芸者でない限り手が出ぬ。上様、その義ならば解決の方法がございます。今後土蔵作りで家を新築改築いたす者たちには、お上が安い利息で金を貸し出すようにしてはいかがでございましょう。なるほど、それならば金持ちでなくても土蔵作りが建てられるな。忠助、すぐに検討し実施するんだ。心得ました。のせ、その方の進言嬉しく思うぞ。はあ、頭、頭、どうしたよ。出て頭。頭留守だぞ。あ、そうか。いや、実はな、お上が土蔵作りを奨励して、いや、火事に強い江戸の町にするって話を聞いたもんで、頭の考えを聞こうと思って飛んできたんだ。よせよせ、やめとけ。え、どうして？ぶん殴られるのがうちだぞ。頭、今持ち場うちに火事が多いんで悩んでる。そんな話をしてみろ、嫌味だと思われるだけだよ。そっとしといてやるのが友達が言ってもんじゃねえのかい。そうだな、その通りだ。なあ関取、頭は俺に何にも話してくれないんだが、一体何があるんだ。持ち場に火事が多いってだけじゃあるまい。知ってたら話してくれよ。頼むよ。俺は何も知らねえよ。何も知らねえよ。おいおい関取、目立つと辰五郎も気にするだろうから、さりげなく探るんだ。
何を悩んでいるのか、どうして俺に隠すのか、その辺が知りたい。心得ました。おつなさん。徳田様。あんた柏屋のゆかりの人か。いいえ、ただ昔ちょっとお世話になったことがあって。ごめんください。ちょっとすまんが。今の人だが、この柏屋に関わりでもあるのかい？終わりでさ、お綱さんは柏屋の総領のお嬢さんですよ。なんだって？もっとも5年前感動になんなすったんですが。感動に？どうしてだ？素性の知れない流れ者に惚れて、どうでも所帯を持つんだと言い張って、ご先代のお怒りを買ったとか。その男にもすぐ捨てられちまって、今じゃあんな風に。でも根はいいお方です。ご先代のご命日にはきちんと墓参りにおいでになるんですからね。ちょっとレザーラしてもらっていいんじゃねえかおめえ。なあ、おい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 、せっかく来てくださったのに、ほっといてすいませんね。いや、すごいお店なんでびっくりなったんじゃありませんか。俺は割合こういうところが好きなんだ。いいんですよ、無理なさらなくても。ちゃんとしたお侍さんが来るお店じゃありませんもの。さ、どうぞ。お綱さんは柏屋の娘さんだそうじゃないか。詫びを入れて許してもらうことはできんのか。ほっといてくださいよ、私のことなんか。いや、しかし感動のままいいんですよ。それより頭のこと考えてあげてくださいな。お友達なんでしょう。頭あんな気性だから誰にも迷惑かけないで自分の手で拉致開けるつもりらしいけど、そうはいきませんよね。定火消しが絡んでちゃ。定火消し？ええ、大久保男女様が恵みを目の敵にしてことごとに邪魔しかけるらしいんですよ。そうか。いや、そうだったのか。それからこの間日本橋の油問屋にお店の掛け取りに行ったんですよ。そしたら。どうもご苦労さん。はい、確かに一番よく燃える油とおっしゃいますんで。そうだ、10タルほどもらいたい。へっ、ありがとう存じます。それでどちら様のお屋敷へお届けすれば。いや、届けずともよい。は、持参いたす。はい。どれだ。これでございます。おい、運び出せ。へい、へい。普通それほどたくさんの油を買うときは店の方で届けるもんなんだそうです。なのに荷車や人足まで用意してくるなんて妙だと思って、なんとなしについて行ったんです。それでどこの屋敷だった？驚かないでくださいよ。それも定火消しの大久保様のお屋敷。なんだって？なんかお役に立ちます？ああ、立つの。よかった。じゃあ徳田様から恵みの頭に伝えてくださいます。よし。しかしお綱さんはどうしてそれほど辰五郎のことを？ご恩があるんですよ。飲んだくれの借女なんて誰一人まともに扱っちゃくれませんよね。なのに頭、お綱さん、お綱さんって昔通り付き合ってくだすって。おい、お綱、いつまで
侍と一緒ついてるんで。はいはい、君もやるか。おだまり、お前らにとやかく言われることはないんだ。だったらこっちへ来て釈明もしろ。待ってな、今行くから。これですからね。なんで大人くつまるわがって。もういいからさ、飲みな、ほら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 。なんでこの野郎、死ぬな。辰五郎、何の用だ。へい。実は柏屋の火事のことでございますが、どうも付け火じゃねえかと思われる節がありましてね。ほう、そればかりか。先月半ばからの7件の火事のうち4件がどうもこの匂いますんで。それで何かお気づきじゃねえかと思いましてね。ないな。もう兄貴たちはどうかな。知らねえよ。そんなはずはねえんだがな。辰五郎、口を慎め。貴様、お上の定火消しに難癖をつける気か。とんでもねえ。ただね、付け火癖4件の火事は全部そちらさんが消し口を取ってるんでね。いや、もしかしたら下手人の姿見てるんじゃねえかと思いましてね。バカなことを。今までにそのようなことがあったらすでに捕らえておろうが。御前、め組の頭は何と。キャツミ、気づいたようじゃ。本当ですか。こりゃまずい。やっとお膳立てのできたところだ。金のなる木を前にして町火消しの時に邪魔されてたまるかの。ではめ組の頭を。山崎、任せるぞ。はあ、万蔵たちを使って火消し同士の喧嘩に見せかける。それじゃあ7件のうち4件が放火だというのか。はい、間違いございません。先刻辰五郎が大久保様のお屋敷に乗り込み、そのことでやり合っておりました。その放火、間違いなく大久保の定火消しが絡んでいる。目を離すな。はい。めぐみの頭、大変ですよ。どうしました。お宅の若い衆がそこの広げ地で飛び口振り回して大喧嘩。何。さあ早く。やれよ。どうしたんだよ。それがいきなり殴りかかってきやがって、おわけが分からないんで。おめさん方、大久保様の外縁だな。何だまで言え。うるせえや。すまねえな、リコ。俺に依存はねえや。おめえに預けるぜ。じゃあどうだい。余計なのが出てきやがって。なに、依存がある。ガーラ、あったあったよ。おばしと、おい。邪魔するぞ。いらっしゃいませ。いや、頭、大変だったな、頭。何だ、新さん。お、いろいろ心配かけて申し訳ない。いや、関取が仲裁に入ってくれたんだってな。よく止めてくれた。何、面白かったよな。やっくれな。しかしその昼間の喧嘩、笑い事じゃなさそうなんだ。そうだろうかしら。
どういうこと新さん。いや、火消し同士の喧嘩と見せかけ頭を消そうとしたんだ。本当かお前さん。新さん、ちょっと話あるんだけどな。来てくれ。おめえらここにいろよ。な、うん、新さん。頭、どうして一言言ってくれなかったんだ。何のことで。隠さなくてもいい。大方のことは分かってるんだ。常備家氏は幕府機構の一つ、いわば俺の手足の一つだ。それと争うということは俺と争うも同じこと。すまん、俺の立場を考えできぬ辛抱をしてくれたな。新さん、よしるね。わしは別にそんなつもりじゃ。頭、ただの消し串争いなら俺もくちばしを挟みやしない。だがな、常備家氏が絡んだ放火とあっては俺も捨ててはおけんのだ。そこまで分かっていたんですか。うん、狙いは何だろうな。何ですかね。頭、大久保の外縁どもはまだまだ頭の命を狙うだろう。当分の間一人歩きは禁物だぞ。なに、あっしもめ組の辰五郎、大丈夫ですよ。ねえ、お願いだから一言だけ教えてくれよ。おい、飲んでる時とは違うんだぜ。俺は忙しいんだ。分かってるよ。だから一言だけ。火事が多いと材木が値上がりするんだろ。ああ、けどここんとこ値動きはねえな。妙に値が動いてんな。石灰だけだ。石灰、漆喰の材料にするあの石灰さ。おい、そっちは大丈夫か。め組の頭、やり損なったようだな。申し訳ございません。とんだ邪魔が入ったんで。土蔵造りの奨励は間もなくお触れ出しが出る。小判の山はすぐ目の前だ。慎重にことを運ばねばいかんぞ。あのお殿様、その土蔵造りとか小判の山とか、そいつは一体何のことですか。まあ、万蔵にはまだ話していなかったがな、この度のこと、目障りな恵みを叩くだけが目的ではないのだ。へえ、さようで。まずお前たちが恵みの持ち場内にどんどん火を放つ。頃合いを見て野瀬様がご城中で土蔵造りの奨励を進言なさる。なんせ火事が多発しているのだ。上様はじめ重職たちも一も二もなく乗ってこよう。その裏でこの私が土蔵造りになくてはならぬ漆喰の材料、石灰を買い占める。さすれば大量の石灰が必要となり、当然値も上がろうが。そこで小判の山ですか。能勢の御前、大久保様のお手を拝借すればわけなくそれができると思ったのですが。ご島屋、何か差し障りでもできたの。はい、豊島屋という居酒屋の釈夫が石灰のからくりを気づいたようでございます。もう一度山崎様と万蔵さんのお手を煩わせた方が。め組の頭ともども良いな。お綱さんが火事のことをいろいろと調べているのをご存知でございますか。本当か。このところお酒もほどほどにしてあちこち歩き回っているようでございます。そうか、お綱がそんなことを。飲んだくれの借女なんて誰一人まともに扱っちゃくれませんよね。なのに
頭だけはお綱さんお綱さんって昔通り付き合ってくだすって。わずかな思いやりをそれほどまでに。上様、すべてわかりましてございます。うん、今度のことは普請請負師の小島や大久保男女、そして野瀬将軍が手を結んでの仕業でございます。何、野瀬が？はい、大久保配下の外縁どもが神田近辺に放火、御城中の目を引きつけ、野瀬が土蔵作りの奨励を進言、裏で小島屋が漆喰の材料の石灰を買い占め、一儲け企んだのでございます。いかん、おつなが危ない。なんだお前たちは。なんだい。おつな、頭に石灰は。おつな、失礼いたします。姉さん。おつな、頭。え、こちら。え、おつなさんのお父さんで、あの柏谷徳さん、おふくろさんのお種さんですよ。そうですか。私は頭の知り合いで徳田新之助という者です。一体どうしてこんなことに。恩返しのつもりだったんでしょう。頭のちょっとした思いやりをひどく喜んでましたからね。私は別に大したことをしたわけじゃねえんですよ。柏谷さん、この間の火事がスケビだったのを知ってますか。本当ですか。ええ、お綱さんはそのつけびの下手人を挙げるのを手伝いたかったんでしょう。それがせめてもの柏屋に対する詫びの気持ちだったのかもしれない。お綱、お前そんなこと。おっかさん、まさかあの火事を知らせてくれたのも姉さんだったんじゃ。そういえば女の声のようだったね。おかげで大事な書類も持ち出せたし、誰一人怪我人も。お前さん、いや、世間の評判が悪いってだけでお綱さんを嫌ったりして、私申し訳ないこと。お綱さん、ごめんなさい。大久保の配下の外縁どもが辰五郎の家に火をかけるようでございます。何だと。放火に気づいた辰五郎を家もろとも消すつもりかと。しておけんな。
内町奉行大岡越前の神である。神妙にいたせ。のせ、その方信玄の土蔵作りの奨励、近々触れ出すことに決まったぞ。お役に立て幸いにございます。しかし残念なことが一つある。と仰せられますと？その方たちが育てていた金のなる木が枯れてしまったことだ。恐れながら何のことでございましょう。大久保が放火し、城中の目を火事に向け、五島屋が石灰を買い占め、のせ、その方が世の尻を叩く。よく考えたものよの。放火とか石灰とか、それがしには何のことやら。のう、大久保殿。はい。黙れ。あくまで知らぬというなら、動かぬ証拠を見せてやる。よく燃える油が十反、大久保殿の外縁部屋にあったものです。己の欲のために何の関わりもない人々から家を奪うのは許せん。能勢将監以下の悪だくみを拝した吉宗は予定通り土蔵作りの奨励を触れ出した。江戸を火事に強い町にするにはまだまだ幾多の努力が重ねられねばならなかったが、歴代の将軍の中で最も火災対策に力を尽くしたのは吉宗であると言われている。ちょっと待って、ごちそうさせた。おい、お前聞いたか。え、土蔵作りの奨励だってよ。さすが吉宗様、いいことなさるじゃねえか。だけどお前さん、江戸中が土蔵作りになっちまったらどうするんだい。火事がなくなるは結構なことよ。でもさ、お兄ちゃん、火事がなくなったら火消しの仕事もなくなっちゃうのよ。じゃあ俺たちは飯の食い上げですかい。バカ、そんならそれで結構よ。要するにな、その火消しのいらない世の中の方がいいんだよ。まあ、そりゃそうでしょうけど。あら関取、なかなか似合うじゃないか、めぐみの判定。中身がいいから何をしたって似合うのよ。うわあ、ぬぼれちゃった。ああ、もうやった。おい、リュウコ、お前のこれですっかりめぐみの一人ってわけだな。ええ、俺は居候だけ。ちょいと、ああ、お前さん、あんよ。お綱が感動を許され柏屋に戻ったことは言うまでもない。ついでながら胃の一番に女将の奨励金を借り受け、率先して土蔵作りを建築したのも柏屋であったという。誰はしないさ、負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。
吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は中津の正右衛門がただいま参拝いたしましてござります。ついたか。よし、お園、お園、お父上。その何だ。父に会って相手がどこの誰だか聞いてまいります。次回お庭番非常にご期待ください。